シーシャーまたの機会でもいいっす、全然。でもシーシャーを吸いたいんですよ。それはわかる。しかも病気なんで。てか今度顔とかで自分で。あ、いいっすね。下北行った時にこの前シーシャー1号店ってとこ行って、うん、雰囲気最高だった。知り合いがやってる店があって、近くはないし、雰囲気だったり。ぜひ。大好き。言いたいことは分かんない。まあでもリアルですよね。でもなんかそういうのもリアルでいいなって思うけどね。これもうさ、野球部の学生が食べるやつだよね。見たことないですけど。あー、卵焼き、納豆卵焼き。甘くないですか、これ。卵焼きですか。あ、半分だよ。やば、ふわふわ。あ、納豆だ。納豆なんすよ、納豆卵焼きって。すごい。待ってね、 OK。 あ、納豆だ。甘、よかった。おつま、納豆臭い。よかったっす。納豆食べたくなったら吉野家庭料理おすすめです。納豆最高。ほら納豆だよ、納豆。あー、もう綺麗すぎる、うん、日本帰った感覚になりますな。マジ納豆最高。納豆があれば日本人は喜びます、大体の人が。あ、ほんと美味しい。あー、リベンダマヨネーズ、イエーイ。シシェー、海鮮だ、海鮮、海鮮お好み焼きです。すごい、めっちゃ分厚い。めっちゃ美味しいんですよ、ここ。海鮮と豚チーズか何かがある。チーズ玉。啊。